どうも、大之助です。いやー <laughs>、討伐自慢編終わりましたね。いやー、もう <laughs>、もう皆さんも、いやー、もう、敵気分になってると思うんですけど、もう、この画面の通りですよ。いやー、俺ら忘れてたんですよ。長野先生の手のひらで踊らされていたこと。あー、そう、なんかな。 なんかなまあ、確かに確かにセイレーンがあのまま一切姿を現さないまま姿あの話終わる方がおかしいですもんね。うんセイレーンどこ行っちゃったのっていうふうになるけどいやだからといってこのこの最後はな、ねはあ。ということでまたいつもと同じように、えー、と前回の動画の続きからどういう風に物語が進んだのかっていうのを一緒に復習してそしてどういう風なお話だったのかっていうのを僕なりに解釈とか考察とかしていきたいなっていういつものやつやりたいんですけど。 やや <laughs> やだなさ <laughs> さっさとやるよっとて感じですねまああのセイレントの激闘を終えてみんなで火を囲んで「うたげだ,だー!」っていう風になったわけなんですけどそっからちいかわちゃんが勇気を出して葉っぱの島民たちの真実を知ってるから「みんなに言わないの?」って「セイレンに言わないの?」って「これからどうするの?」っていう風に聞こうかと思ったけど。 ただまあ8割ちゃんが来て「どうしたの?」って「どうしたの?」だったかなでまあちいかわちゃんがやりたいことはみんなの前で「お前犯人だ」っていう風に「犯人はあなたです」っていう風にコナン君みたいに吊るし上げたいわけじゃないからあの人それぞれ友情の形とかそしてまあ葉っぱの島民ちゃんたちは結局もともとは精霊たちの被害者だったわけですよねだから自分の友人を守るために他人を傷つけると隣人を守るために他人を傷つける。 まあそううやってて戦,戦争は生まれていくんんだと思うんですけどで親友を守るためにあの島の仲間たちが次々と襲われていく様を見て引くに引き返せない正直に打ち明けられないような状況になってがんじがらめになって二人だけが秘密を共有していたわけなんですけどだからこそ,その、まあ、最終的な結論は二人に委ねるっていうような結論をちいかわちゃんは出したわけじゃないですかそういう決断を下したわけじゃないですか。でそれに対して あのうさぎちゃんがよくやったなっていうふうに頭なでてましたよねであのまあちいかちゃんたちは3人で3人の友情を楽しんでてその姿を見て葉っぱの冬眠ちゃんたちは罪悪感というかこのままでいいのかなっていうふうになって2人とも闇夜に消えてったわけですよねでそこから夜が明けましたという,いうところが前回の動画の最後だったんですけどまあ日が昇りましたと。 そのなんか懐いてる鳥ですね俺こいつ最初何かなっていうこんなやついたっけっていうふうに思ったけど昔振り返ってたらあのこの,あの島民ちゃんたちが「精霊に討伐してください」って「実は嘘でした」っていうふうに「今まで嘘ついてごめん」っていうふうにあの、まあ、なんか討伐対象はこいつですっていうふうに精霊に出した時に「なんか懐いてる鳥」っていうふうなナレーションが出てたんですよねそいつなんですけどで精霊を討伐したら特産品あげますよっていうふうに言ってた時の鳥が今になって帰ってきたわけなんですけどであち俺が「あ特産品」って。 いや、どうでもいいけど、もうこの時の八割ちゃんとちいかわちゃん可愛すぎないかって思うんですけど。いやー、ちょっと養いたいですね。控えめに申し上げさせていただくと養いたいんですけど。<laughs> 早速気持ち悪い。<laughs> ありがとう。大事に使うね。うわー、すっごい綺麗な。曇りのない笑顔。おい、これも土産に。貝汁カレーレシピ。カツオありなし。うわー、細かいね。島次郎気配りができる。んそこにいたのか。鳥。ピー。 まあなんて綺麗なお教えなんでしょ。<laughs> いなくなったと思ったら、迷い鳥だったんだ。よく懐くだろう、うんうん。いやー、島次郎と東民ちゃんたちも距離が近くなったというか、彼らも島次郎の常連さんに今後なってくれるのかと思,い思ったら、なんかちょっと心が温かくなりますね。そして <laughs>、なんか懐いてる鳥がピースしてるっていう。いやー、ほこ、微笑ましいな。いやー、これまでの激闘が嘘のよう。いいっすね。そして、島次郎が、 お前たちがこの島に来てくれてよかった。店の存在も知ってもらえたしな。アクションを求める。ありがとうな。うん。いやー、チーカー族以外との友情がめ芽生えるいいシーンですね。わいわい。モモンガがなんか言ってますね。も,もっと果物をよこせみたいな多分言ってるんだと思うんですけど。で、あ、シーサー、寂しいさ。あ、こんなこと思ってたんだ。えー、ラッコ先生は何探、あー、あの、島民チーカーちゃん二人を探してるのかな。お世話になったなって。<laughs> は割ちゃんもリュックに全部入るうーんギムギムあ特産品ね無理やり詰めてますでそこであ草むしり検定のそういえばもともとリゾートでまあワーケーションというかそのなんだろうまあリゾート地を観光しながら楽しみながらリフレッシュしながら勉強するっていうそれいいじゃんっていうのがチーカーちゃんのモチベーションだったわけだけどすっかり忘れてたわけなんですよねで今更になって汗をだらだらとかいてるといやけど あんな状況で勉強を落ち着いてできるわけないじゃんって話なんですけど、それに、その、ま、人間としてって言ったら言い方悪いけど、その、言い方変かもしんないけど、その、生物として、あの、大人に一歩近づいたというか、あの、精神的には成長したか人から向けたから別にいいんじゃないのっていうふうに思うんですけど、今回の激闘に比べたら、今回のちいかーちゃんの決断に比べたら、あの、草むしり検って5級なんてもう本当にへのかっぱというか、もう、あの、可愛いもんだと思うんですけど、 で、八割ちゃんもフォローで。<laughs> 帰ったらまた頑張ればいいよねっていうふうに言ってくれてますね <laughs>。いやー、いいね。この二人の友情。で、次どうなるのかというと。うわー、ウサギも楽しそう。みんなありがとねーって。ファンファーレス、ね。いなかったね、あの二人。うん。またねって言いたかった。まあ、ちーかーちゃんはなんか思うところありますね。ぼー。 でまあ、モブチーカーちゃんたちは先に帰ってるからもう本当に貸し切り放題、うん、貸し切り状態みたいになってますね <laughs> 美味しい屋台がてんこ盛りそんな歌か知らんけどねそんなリズムか知らんけど貝汁カレーに貝汁カレーもう,もうレパートリーが一種類になっちゃった <laughs> ラーメンとかやってなかったっけありがとうあのもともとあったそのなんかこの討伐島編の舞台が愛媛県 がモチーフであるっていうようよな考察僕見たんですけど白のワールだったりまあその島城のカレーだったりとかあと手羽先とかあのシルコサンドとかその辺愛知の名産らしいんですけどでなんか最初お出迎えの歌もそういう感じの商品が商品というか食べ物がずらっと並んで歌ってたと思うんですけどいやーメニューが変わりましたね「生理にはもう依存しないぞ」という島民チーカーちゃんたちの決意の表れが歌に出てるのもなんかいいっすねで 今度はカニちゃんたちのパートか、モモンガたちのパートか。もったいない。永遠も手に入るとこだったのに。ま、檻に入れられて、真っ暗いとこじゃ意味ないからな。この体で可愛くぶれなくなる。っていう風に言いながら可愛くぶってますね。<laughs> いやー、あざといけど可愛いね。モモンガはねで。カニちゃんは何も理解してない。全部、全部何を言ってるんだろうって。なんか楽しそうだなっていう風に、保護者みたいなの見てますね。<laughs> いやいやー、カニちゃんいいな。 いや、とか、今更だけど、カニちゃん、俺カニちゃんって呼んでるけど、なんか人によっては古本屋さんっていう風に呼んでるし、なんかね、ちょっと呼び方わかんないところなんですけど。で、クリマンジューとシーサーも、はあ、船酔いよ、お酒で総菜そんな人俺見たことないけど、<laughs> 絶対吐いちゃうでしょ。で、ラッコ先生も、すごい活躍だったな。先生でも、もっと強くならないと、また特訓だな。はい いやーそう、忘れてたけど、数ヶ月前、その、八割ちゃんが先生の剣使って、ツタをスパッっていう風に切って、あの、ま、なんか、ラッコ先生が、島じゃなくて、本土にいた頃、この討伐島編に来る前に、八割ちゃん特訓つけてる時に、また、なんか、別の武器を持ったらどうだっていう風に言ってた伏線が、この討伐島で回収されるっていう、なんかすごい胸圧のシーンがあったんですけど、で、それに対して、ラッコ先生も褒めてくれてますね。すごい活躍だったなって。 いやーこのラッコ先生なんか下というか部下を育てるといいいううかか部を育育ててるる後輩の上手いですよねそのなんか他のランカーハンマー持ってたランカーと八割ちゃんとで討伐しに行った時に後ろを頼むみたいなふうに命令とかじゃなくてあの任せてる責任を持たせてるとかお前のおかげだっていうふうに報酬をたくさんもらわせたりとかなんか成長マインドセットを養わせるのが非常にうまいなってなんかこういう上司とか先輩欲しいなっていうふうに思う感じなんですけど。 そんな話はともかくちいかちゃんたちの方にもパートが移りますねはやは裏あめよこせってよこせというかちょうだいって <laughs> 口あんぐり開けてるえううん、うん、もう使い切っちゃったとうんうんうさぎが探してますねバッグの中をはあさあ鱗を見つけたとうん人魚の鱗持ってきてたので何気にこれうさぎちゃんがそのモモンガみたいにずっと持って自分のものにするかと思いきやちゃんと返してるっていうねいやー いやーうさぎーいやうさぎ一番好きやわみんな好きなんですけどこのなんだろうミステリアスというか何考えてるかわからないし一人でも生きていける一番頭もいいし強いしだけどチーカーちゃんたちとその楽しいから一緒にいるっていうその誰にも誰にも嘘つかないあの自分が苦手だなっていうふうに思うモモンガとはもう真っ向から敵対してるうさぎなんですけどチーカーたちには優しさを披露するところそのギャップとかがね いやーもうよりうさぎ好きになっちゃうんですよねその話はいや今ちょっとチーカーちゃんにフォーカスする場面だったねでまあチーカーちゃんもいろいろ思いを馳せるわけなんですよね持ってきてたのうんあ風で飛んでいくそして、まあ、人魚との激闘その思い出をいろ、まあ、あんな後悔とかもっといろんなことできたんじゃないのかなとかもっと救える命があったんじゃないのかなとかあの葉っぱの冬眠ちゃん2人と最後に別れ 「だからまたね」っていうふうに言いたかったなとか「あの二人は結局会えなかったけど今元気にしてるのかな」とかそういう思いとかも全部そのなんかあの振り切っていくっていうメタファーというか例えも込めて鱗が多分風で飛ばされてったんだと思うんですけどまああのちいかちゃんは本土に戻って頑張ってねと忘れていいよっていうようななんかそういう島民ちいかちゃんたち二人の思いもなんかそういうこの神様の あのいたずらなな風を生んんだろうかなっていうふうかいいにに僕は勝手に思うんですけどいやーなんかあの心にしみですよねあ,あいやー早く映画化してほしいこんだけ長いシリーズなんだから多分稲葉の先生なんかいろんなところから利権とか利権団体とかからちょっと映画,映画化に向けた長編書いてくださいよっていうふうに言われて書いたのかなっていうふうに勝手に思ってるんですけどいやー早く映画かアニメで見たいっすねあの島またいつかみんなで行けるかなやっ で、また歌う、歌うみたいですね。いつまでも耐えることなく、ね。は?ふっ。いやー、みんなのこの優しい笑顔。いいなー。帰ったらさ、何食べよっか。えーと、イヤッハー!あー、いつまでも耐えることなくねはいやーみんなのこの優しい笑顔いいなー帰ったらさ何食べよっかえーとイヤッハーあーいつまでも耐えることなくねこの三人の友情を続いてほしいですね。で、うーん。今回の、 討伐島編のテーマは友情なのかなあ,あすいませんちょっと感傷的になってしまって <laughs> 実況というか読むことを放棄しちゃってるんだから <laughs> いやだってさ二人の友情をあの冬眠中華ちゃん二人は二人の友情を求めた結果あのまあ手を染めてしまってまあけど友人を助けるためにね で仲間じゃなくまあ結果的には仲間たちの命よりも親友を優先してただやっぱ罪の意識とか罪悪感とかに耐えられなくなってそしてちいかわちゃんたちの友情の姿とか見てこのままその後ろめたいことを周りに隠しながら二人で永遠に生きるよりもきちんと自分たちのやった罪と向き合おうっていうふうに冬眠ちいかわちゃんたちはあの二人であのまあもうめちゃくちゃ怖い暗くて。 あの怖い檻の底にそこで永遠の命を感じるという体験するということを選択したわけじゃないですかただこれまで島民ちいかーちゃんたち葉っぱの島民ちゃんたち2人はあのまあ精霊に村が襲われている時怖いけど一人じゃ耐えられない罪悪感だけどこっそり手を握ることによって自分は一人じゃないっていうふうに感じることによって恐怖を乗り越えてきたじゃないですかだからこそ今度は 二人でその恐怖の根源に立ち向かうっていうふうな選択をしたわけですよね。ちょっと鼻かまして。いや <laughs> この三人は欠けることなくいてほしいなもう一年ぐらい前に、ちいかちゃんの悪夢編で、悪夢編のラストで、八割ちゃんがこんなになっちゃったっていうふうに道具からど、動物からものすごい巨大な手を覗かせてて、<laughs> 僕たちを戦慄させたことあるじゃないですか。いやもう長野先生、なんかもう、 あ,あの人、あの人なんかもう行かれてるから、こんなに行かれてるっていや、あの人は、あの人はやりかねないからね、の簡単にその魔法の杖とかで、うさぎたちをバケモンに変えてしまうぐらいだから、執着がないのかな、それとも、いや、まあ何せよもう俺たちはあの、だからこそこのチーカーワールドに引き込まれてしまうんですよね、こんなに可愛くて一生懸命頑張ってる存在を。 いとも簡単に葬り去る長野先生にハラハラしながらも、チいカーちゃんたちがどうやってたくましくしたたかに生きるのか、困難を乗り越えて生きていくのかっていうのに、やっぱ夢中になるじゃないですか。いやー。いやー。この討伐島編、なんか、あ、もう本当に、なんか、うわー、かわいいね、チいカー、かわいいね、だけじゃなくて、もうなんか人生の縮図という、縮図というか、僕たちの現代社会においても、なんだろう。 やっぱ僕たち大抵日本で暮らしてたら社畜となって生きてて学生の頃とか仲良かったメンバーとだんだん疎遠になっていったりとかまあ家族とか親友とかがピンチの時に自分のことで手一杯で助けられなくて後悔するみたいなふう人生を歩むと思うんですけどそういう時にもあ、あのただちいかいちゃんたちはどんなに苦しくて辛い時とか鉢丸ちゃんが動物に動物というかあれかあの穴の中に落っこちた時とかもちいかいちゃんと協力して脱出しましたよね。やー 自分に余裕がないときに、自分の友人を助けることができるのかってこととかも、なんか教えてくれる、すごいいい作品っすよね。で、あと、いやもう、もう、一旦、一旦、あと1ページなんで読みますか。一旦、のタイトルにあったね。それでもう、エピローグっすよ。多分、映画で言ったらエンドクレジットになるのかもしれないけど、なんと生きてたんすよ、あの子たち。で、逃げてたんすよね。いい感じの火山がある島を見つけましたと。で、しかも、ここにあの、釣りの道具があるんすよね。 また二人で釣りをしようじゃないかと。で、このボートっていうのは、あの、に人魚と精霊に破壊されたあの、ボートを新しく作り直したのかな二人で一生懸命漕いでます。あそこいいじゃんと。二人で降りますと。で、どうなるのなんか、いい感じの住処を見つけますと。この辺がいいかなって。追ってはいないかなとか、なんか外敵はいないかなとか。で、いいじゃん。この動物を家にしようよっていう風に。 ま、また、永遠の命がある二人は、ここから新しく始めていくわけですよね。で、引き、引きの、画角になって、そこに、精霊たちが追っかけてきてると。<laughs> いやー <laughs>。そう、あの、前回の動画で話したときに、この、島民ちいかちゃんたちは、自首しに行ったのかなというふうに僕思ったんですよ。じゃないと、 この島民ちいかちゃん、この葉っぱの二人が、島に残ってたら、もう精霊に正体バレてるから、分かった分かったでもとりあえず、水っていう風に言ってたじゃないですか。だから、絶対また襲いに来るわけなんですよね。で、しかも、ちいかわとか、ラッコ先生とか、戦力がい,いなくなってるわけじゃないですか。島次郎ぐらいしか戦える人い、ないわけじゃないですか。で、そんなところで、精霊が襲ってきたら、またひとたまりもないから、すいません、ゲップ出ちゃった。下品ですね。あの、 もうん、お2人は精霊たちに言いに行ったのかなというふうに思いきやもう一つの選択肢として逃げるるって方法があるんですよね逃げちゃったら冬眠チーカーちゃんたちがあの冬眠チーカーちゃんたちにこの精霊ちゃんたちがあの,あの葉っぱの2人を出せっていうふうに蹂躙するというか命を奪いまくるのかなっていうふうに思ってたんですけど精霊、ままあ、たちは葉あの冬眠チーカーちゃんたちに興味を失ってこの葉っぱの冬眠ちゃんたちを 追っかかけてきてきるから島次郎たちあの討伐島はもう狙われなくなったと代わりにこの二人はおそらくこのあと捕まって暗くて深い海の底で永遠の命を味わうっていういやさあここだなその同僚キメラちゃんがどあの同僚ちゃんがキメラになった時にあの 他のヌンチャク持ってる子とか食べちゃった話あるじゃないですか直接的な食べた描写はなかったけど多分食べただろうなっていうふうに僕たちをゾッとさせたことがあると思うんですけどもうあの話を見てるのと同じぐらいもう胸がキューっていやあもうなっちゃったっすっていうかなってるっすはあ <laughs> 苦しい <laughs> いやーなんかな,ーなんかもう俺を代わりに大之助チーカーを登場させて俺を代わりに生き贄にさせてくれないかなこの子たち だうん、この子たちを助ける代わりにねいやーなんか俺が大之助チーカーがいたら何かしてあげられたかな何もできないもう長野先生が作る作品で感情をもうなんか上下左右乱交化させられるしかそうやってコンテンツを消費するしか俺にはできないんですよねああ、はあ、苦しい <laughs> そう あとこの話前回の動画撮り終わった後にちょっと思ったんですけど僕最近「進撃の巨人」のアニメのファイナルシーズン見たんですけどなんかちょっと進撃の巨人と似てるなっていうところがあっていや多分そんな長野先生は意図してオマージュしたわけじゃないと思うんですけど進撃の巨人で主人公のエレンがラスボスになるんですよね島の中のアルミンとか仲間たちを守るために島以外の人間全員を巨人たちで踏みつぶしてまあ仲間を守るために あの今まで自分たちの民族を蹂躙してきた虐げてきたやつらを皆殺しにするっていう決断をエレンは取ったわけなんですけどでそれもこの,であのエレンはああ親友のアルミンは最終的にエレンに対して「なんてバカなことをしたんだ」っていうふうに言いながら僕たち仲間を助けるために人類8割を皆殺しにしてくれて虐殺してくれてありがとうとその罪はあの僕もエレンと一緒に償うよって自国で償うよっていうふうに。 アルミンは言ったわけなんで,すよ、ね、で今回の討伐自慢編っすよその葉っぱの冬眠ちゃん2人はまあ人魚を殺したという、まあ、命を奪ったわけですよねまあ理由はどうあれあのまあ暴力やあの他の命を奪うという行為をしてでその結果戦争の引き金を引いて仲間たちが精霊たちに襲われて食べられてっていう現象を引き起こしてそういう元凶を招いちゃったわけなんですよね あのせい、まあ、うん、元はと言えばっていう風に言ったら、ちょっと理不尽かもしれないけど。精霊たちがいる近くで釣りをし続けたっていうことが、まあ。げん、元じゃないですか。いや、まあ、ちいかわちゃんたちは、この葉っぱの島民ちゃんたちは、もともと自分の好きなところで、好きな風に。釣りをして楽しんでただけっすよ。とはいえ、あの、まあ、なんか落とし穴があるっていう風に。分かっていながら、そこに近づくのかとか。 その災害が頻発するって分かっていながら日本の沿岸部に住み続けるのかっていうふうに言われたら自分の命自分の大事な人たちの命を守りたいんだったらじゃあ移動しろよとかまあできる最善は尽くせよっていうふうに言われたらこの葉っぱの島民ちゃんたちは精霊を見た時にさっさと逃げるべきだったのかもしれないわけなんですよ。ただだ大丈夫だよっていう,ふうにあの 二つ葉の冬眠ちゃんが言って「おーい!」っていうふうにセイレーンちゃんたちに声をかけたけどセイレーンちゃんたちがイカを追いかけて飛んできて「えっ!」っていうふうになって吹っ飛ばされたわけじゃないですかあの時にもっとあのあれは関わってはいけないものだってなんか死神とか災害とかとそういう部類で同じ部類だっていうふうに思ってさっさと逃げていたらそもそも今回のその殺し殺されの戦争が起きなかったわけですよねで何の話をし,てしようとしてたんだっけすいませんあの尻滅留すというか 理路生前と話できなくて <laughs> であの2つまの冬眠ちゃんの命を助けるために人魚を殺一匹殺して煮付けにしたわけですよねで永遠の命を得てそこから戦争に発展して、まあ、親友を守るために生蓮や人魚という自分とは種族の違うやつらにを手をかけたわけですよね俺たちも家族を養うためとか自分の命をつ,つ繋いでいくため、まあ、平気で家畜とか まあ、鶏の卵とかあの、まあ、当たり前だけど全ての命に感謝を込めながらも食べてるわけじゃないですか、まあ、当たり前ですよねその自分の大事な人の方がうぞうむぞうとか他の命より大事じゃないですかでそういうところがそのなんか自分の身近な人たちを守るためにあの自分にとって遠い存在をあの、まあ、生贄にしたっていうところが「進撃の巨人の」のファイナルシーズンと ちちょっとチーカーはちょっっっっととは似ててるなーっていう,ふうに思ったんですよねそして今回の冒頭でお話ししたようなそう僕たち読者を思い出した長野先生の手の振りで踊らされていたということって話なんですよね <laughs> まあ無理やりつなげてる感あるんですけどかーいやまあそれは俺の勝手なこじつけというか解釈なんですけどこのオチはないやいや確かにこの冬眠チーカーちゃんたちのその後を描かないのも聖蓮ちゃんたちがその後どこにいるのかとか描かないのとかあの このまま討伐島にまた精霊たちが戻ってこないかとかそういう懸念を全て払拭するラストなんですけどバッドエンドじゃんとはいえバッドエンドじゃんもうやめてくれよー、うん、クソーすいません頭おかしいと思ってるでしょうそうです頭おかしいです <laughs> 今更気づいたんですか皆さんは20分ぐらい頭がおかしい男のあの話をずっと聞いてたんですよ <laughs> ああ戻っちゃったもう <laughs> <laughs> 何かできなかったのかな俺が何かできなかったのかな,なんか俺ら読者が何かできないんすかね中野先生にみんなで猛抗議してちょっとオチをハッピーエンドに変えてもらうわけにはいかね,いかねえかな。<laughs> ダメだもうこのこの子たちの今後の行く末というかどうなるのかを想像したらねもう苦しくて仕方ないっす <laughs> いやお前、まあ、フィクションだろと切り替えろ切り替えろという話なんですけどすいませんあの俺妄想癖というかいろんな作品とかに没頭する癖とか日頃いろんな人と話す雑談してても自分がその人だったら何するかとかその人だったらどういう転職先とかどういう選択肢があるかなんか 勝手に考えちゃうんですよね相手にとって余計なお世話だと思うんですけど。島民ちいかいちゃんたちも。やまあ、まあ、ワンチャン、この子たち永遠の命あるから、あの、バトル漫画の、今アニメ化してる、アンデッド・アンラックみたいに、そう死にながら <laughs>。いや、もう、もともとの戦闘能力が違うか。いやあの、不死身だから何度でも、あの、戦えばいいさっていうふうに思ったけど、持久戦で <laughs>。そんなことを望むのすら、ぐっすよね。 であとなんか他の考察サイトで見てたあのちょっと見た話をお話ししたいんですけど普通人魚の伝説って人魚の肉食べたら不老不死になるっていうふうに言われてて体に鱗が入るらしいんですよねその話を長野先生オマージュしてお尻に電池っていうふうにしてたじゃないですかそれで炭酸電池だったじゃないですかでなんで生物である人魚を食べてその体がエレクトリカルに電子化というか電池がついたのっていうのがあの人魚はあの 何者かによって生み出された機械と生物の混合体なんじゃないのかっていう説があってということは何者かが人魚というかキメラを作っているんじゃないのかっていう考察もあったわけなんですよね。で僕別の動画とかでそもそもこのチーカーの世界観ってあのもういやちょっと例えば適切じゃら知らねえよっていう方々いるかもしれないですけど「あのクレイモア」っていうあのジャンプスクエアで連載してたバトル漫画とか。 あとは約束のネバ,ネバーランドみたいにあの、まあ、鎧さんというか人間たちが作り出したあの、まあ、実験場巨大な実験場的な感じなんじゃないのかと、まあ、チーカーたちもその凶暴というか決めらかしますよねでめちゃくちゃ可愛い愛玩動物がどういうふうに生活してそしてどういうふうにあの、まあ、窮地に立たされた時にどういう行動をするのかっていうのをイジの,の,の金持ちたちが貧乏人たちがそのビルから。 落下するところを見てニヤニヤヤ楽しむみたいな感じでその金持ちというか人間たちの道楽として地域家たちが生み出されてあの <laughs> なんかこういう生活をしてるのかなって労働させられたりとかあ,あえて、まあ、ブラック労働とかさせられてストレスがかかるような環境にさせられてあのキめらかを促すみたいなそういうようなあの世界観なのかなっていうふうに僕は勝手に思っちゃってるんですけど。そのの考察を僕の勝手な 推理をあの後押しするような人魚を食べて体に電池の場所電池ができるということは下手したら何者かが人魚を作ったんじゃないのかっていう説はなかなかありなんじゃないのかなって思いますね。いやーてかあれかそもそもこの地域科の世界観たちを俺たち読者たちがその外部から超越した次元からやいのやいの考察。 してる時点であのなんだろうまあその、まあ、このチーカーワールドという実験場を俺たちコンテンツ消費者たちが外側から見てるっていう時点でそういう世界観なのかもしれないけどいやなんかそういうすみませんちょっとちゃんと言語ができないですけどまあ言いたいことは言ったわもうもう,もうこのこの画面に尽きるっす今回のお話はこれなキラキラ光るその源というか 海の景色と相反して絶望が近づいてくるっていうねこれがなつらいよなけど精霊たちからしたらただの敵討ちっすもんね彼らにもまあ正当性があるというかなんか人間はその子供たちとかから「なんで人って戦争するの?」ってこんなに文明が発達したのにっていうふうに言われることとか僕たちも思うかもしれないけどこの精霊たちの立場になった場合そして どっちもどっちの言い分も分かりますよねだって結局人の正義とか価値観とかってその人,人の数だけあるんだからセイたちにとっては人魚が大事だし葉っぱの島民ちゃんたちにとってはセイや人魚なんかよりも同じ地位家族の方が大事なんだからそれは衝突とか縄張り争いとか起きるのは仕方がないことなんですよねたただ進撃の巨人みたいに 例え殺し合いをしていた同士だろうが俺たちはまだ話し合っていないっていうふうにテーブルの席につける円卓会議につけるっていうのがやっぱり僕がこの討伐島編を通じて学んだこととしてどんなにその経歴とかバックグラウンドとか言語とか文化とか違うとしても、まあ、あの交渉の余地がないとしても例えば言語の通じない宇宙人が人間よりも文化の発達した宇宙人が来たとしても。 略奪とか、その殺し合いをする、まあしてしまうのかもしれないけど、それが合理的なのかもしれないけど、そういう血みどろの戦いの後でも話し合う道はあるんじゃないのか、分かり合う道はあるんじゃないのか、それを忘れてはいけないんじゃないのかっていうのをね、僕はその「進撃の巨人」のファイナルシーズンと、この討伐島編を通じて勝手に解釈というか改めて学んだわけなんですけど、皆さんはこの討伐島編を最後まで読んで、 どういうふうに感じましたかどういうような学びというか教訓を得ましたかぜひ皆さんのコメントお待ちしております。ということで、ひとまず、討伐島編、長野先生、お疲れ様でした。ちいかわもよく頑張った。お疲れ様。また、なんか、あの、ちいかわの、漫画が、あの、ま、なんか長編とか考察しがいがあるようなお話とかが出てきたら、その辺また、 何個か話がまとまったら、えっ、ー、と、こうやって動画出したいなというふうに思います。ということで、今回は以上。バイバイ。